アリシャンです。どうもマイナです。どうもソーリーです。イエーイ。はい、というわけで、はい、タイトル見てわかるように、はい、何を考えてるんですかね。あのモノマネメイクアリシャンをね、サブミにしようかなって、いるわけねえよ。やってないとわかんないよね。できんの。ちなみに今すっぴん、今すっぴん、ガチすっぴん、何もつけてないです。はいはいはい、やっていきますか。やっていきますか、はい、じゃあ何から。じゃあまず肌からやってきたから、クッションファンデ、ヘラの。それで全部ヘラじゃん。ヘラ縛りなの。そう、用意したのよ、お、めちゃくちゃなんか良さそう。ヘアね、めちゃめちゃいいよ。韓国コスメの中でもトップよ。ちょっと見せて、めっちゃノリいい。ほんとだね、ツヤツヤないよ。塗りました、全部。いいじゃん。あ、はい。おー、外に近づいてきたね。そっつけよ。で、はい、で終わりました。はい。サタミの大事なとこどこだと思う。やっぱ顔のパーツじゃないですかね。眉毛、眉毛。あ、眉毛、眉毛、眉毛。アイブロウ。え、パウダーね。ヘラって高級感やばいね。あ、太めだね、結構。パウダーでのせて、それを。なんか石原さとみって眉毛しっかり描いてるイメージ。うちも結構しっかりあるよ、眉毛。それでまた結構やんの。大丈夫？角がない。ここでも下げるんだよ、結構。どうぞ。あ、いいじゃん。いいじゃん。描きやすい。ちょ、真面目にやろう。ちょ、真面目にやろう。真面目にやろう。あ、キリッとしてる、すごい。描、うん、きやすい。真面目にやって。真面目にしかやってないの。いや、ちょっと下手だな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一応任せる。わかった。ここ、円を。ここ円を描いてこうなの。じゃあ下手だな。気持ちから入っていかなきゃいけない、もしかしてこれ。自分石原さとみだ。なるほどね。気持ちよく大事。気持ちよく大事。あ、綺麗で。綺麗でいいじゃん。はい、次は？次はですね、アイシャドウですね。あ、大事。あ、大事。え、かわいい。ね、はい、こっちでいきますね。これやんね。なんで知ってんだよ。じゃあまず、はい、アイウォール全体にこの上の、はい、ちょっと薄めのやつを入れます。はい、でいきますね。目つぶって。ねえ。何？え？え？怖い怖い。え？何？何？シャドウシャドウ。え、次は濃いシャドウ。濃い茶色だよね。こう、垂れ目にするようにですね、目の際からこう塗ってください。雑やな、大丈夫。大丈夫よ。で、濃い。お、綺麗。ね、でももうちょっと濃い方がいいな。え、これすごい、全部すごい、ヘラ。うち、お得意の9点で買いましたよ。出た！マジ出た？うちマジ9点信者じゃん。うん。この前も3万円分買い物しちゃって、もうゴールドの。しかも、あの、なんだっけ、メガ割り？あ、年に4回。年に4回の、この間は多分3回目だったね。メガ割りで始まる。いつから始まるの？11月の18から27日まで。がメガ割り。10日間なのよ。あ、ほんとだ。その期間に、え、買うと安くなるみたいな感じか。あの、でも普段からセールしてるじゃん。あ、はいはい。からのまた 20%。まあ、前回言った通りと一緒に買ったやつか。そう。まあ、うん、まあ、後半に詳しく話すから、その話を。はい、聞いてください。はい、そうですね。みんな聞いて、集中してこ、集中してこ、これ出してこ。さとみのここの涙袋を、あの、線を一回書かないと。線が書いて、これを。ここぐらい前なんだよね、さとみの線って。わかる？ねえ。あ、そうそうそう。さとみよ。さとみ、さとみ。お前ら、いい加減でしょ。そうしたら、そうしたら、それで、メイクの意味なくなっちゃうから。で、ちょっと、で、涙袋をこう。ピンク目のシャドウでね。うん。これさ、外でリアル程度にしてよね。何？おい。笑ってんの？何だろう。え、変でしょ？嘘でしょ？変じゃないよ。いいよ。ええよ、ええよ、ええよ、ええよ。あ、悪くない。うん。悪くないね。うん、いいよ。はい、次。アイライン。アイラインがちょっと、ブラウンとブラックの間なんだけど、ちょっと厚塗りすると暗めになる。じゃあ、アイライン引いていきますよ。はい。サトミのアイラインはね、こっちも引くんだよ。フルで引く。フルないよね、ちょっと。じゃあ、目つぶって。ちょっとで下目で。あ、じゃあ目つぶっていいよ。つぶっていいよ。めっちゃバカやん。大丈夫大丈夫。引きやすいから。で、うん、で、うん、もう終わった。今で終わった。え？大丈夫？全然引いてない。ワニワニパニックの真似。いいよ。とりあえずオッケー、とりあえずオッケー。まあまあまあ。いいよ。変ではない。で、次は？次、あの、ノーズシャドウやって。これさ、ノーズもいけるよね。はい。モノマネメイクって、可愛さとか綺麗さとかじゃなくて、似てるか似てないかだからね。あと、光で飛ぶから。うん。ちょ、マイケル・ジャクソンじゃん。ちょっと待って、石原さんこんな話してなくて。確かに。なんでシャドウ入れたん？あと、まつげだ、まつげ、大事な。これ、すごいね。ちょっともいい。はい。ビューラーは自分で。はい。まあ、上がってる、ね。おぉ、めっちゃ上がってる。上がってる。うちやろ。え、こんなことある？うち分かりにくいな、上がってるから。うちやっていい？ビフォーが、ビフォー。これね。くるよ、くるよ。うわぁやば待って、えぐ。すげえ。このビューラーバカ売れするわ。待って、やばくね？うん、入れてた。これやばい。すごい、見てる。え？急に。すごっ。売れちゃうな。カットする、ここ。これは売れる。え？このヘラの、このマスカラ。マスカラね。塗っていただいて。はい。さとみさんはマスカラとか結構してる感じなんですか？まあ、ナチュラルにだね。あんまり、ダマになんない程度に。うん、ダマになんない程度に。うん、次、あれですかね。唇ですか？大事なのはね。もう一番唇で決まるんだ。すごいね。自分に。めちゃくちゃ気合い出てる。あのね、こんなに唇に顔が。ほぼ全集。入れ物可愛い。てか、おしゃれだな、やっぱり。ど
この色がいいかってよ。え、じゃあ見てみたい色全部好きな色ないと。そうそうそう、ピンク系からいこうか、はい、これね177番。おお、ふっくりじゃない、もうこれムーディーですね。ちょっとでもさとみっぽいな、これムーディー、はい、177435。おお、さとみっぽいな、うん、うん、ちょっとそのさとみっぽいな。408、あー、コーラル系、あれちゃん好きだよ。いや、これ好き。あ、マットっぽくて可愛い、これが可愛いね。90ワインレッド、ワインレッドか、うん、あ、あー、好き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 、これ近いんじゃない、赤ピンク、赤ピンク、ブルーって、うん、なんだろう、かわいい、かわいいね、うん、で次がちょっとダークめのレッドで499番、うん、大人だね、うん、みたいな。333、あ、結構な、これ強めの女、うん、これ里見ない、これ里見だね、結構里見ないよ、うん、166こんな感じです、うん、なんか抑えめのちょっと、うん、控えめ女って感じで、里見は333だわ。あ、いいね、書きやすい。あの里見の唇って結構 MG なくて、ね、こうなよね。え、大丈夫これ、人でも食ったの、人でも食ったの、これこれ最後にかける、はい、あるじゃん最後、うん、ツヤも出るし、うん、あ、これ固めるやつね、いい匂い、めちゃくちゃいい匂い、めちゃくちゃいい匂い、香水の匂いする、普通にね、ほんとほんと。あの9点の目代わりのやつ説明していただけるんですよね。そう、あの、まず目代わりは、はい、その10日間限定だから18から始まるんだけど、うん、今あのセールされてる価格プラス 20% 待たされて、ラインペイだと5%とかして、え、ラインペイみんな使ってるよね、だって、まあ、もう使ってる、ね、ラインペイめちゃくちゃいいね。でそのメガ中に買ったら300名様限定でキャッシュバック全部、うん、この概要欄から買ったうちの300名は全額キャッシュバックだから、あれ300名って結構多いね、多い多い、うん、皆さん概要欄の方に貼ってあるので、はい、ぜひチェックしてみてください。と、はい、いうことでアリさんをもうちょっと、え、服はないよ、服だ、似てねえんだよ似てねえんだよ。いや、気持ちから入んないって言ってない。気持ちから入って石原さとみやったらみんなの石原さとみになってるわ。いや、でも気持ちから入って自分全然似てねえのよ。石原さとみって思い込んでるバカなの。悪い。取れてる。あ、取れてる。あ、取れてる。あ、疲れる。す、これ切り替えていこう。え、待って、ちょっとさ。いや。違う、全然似てない、違う、指名したくねえな